いつもご視聴ありがとうございます。本日はレクサス RC350 の良い点と不満な点を5つずつ語ります。当チャンネルではこういった車関連の動画を日々配信しておりますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは本日の内容に入っていきましょう。レクサス RC は2014年10月に登場し、現在も販売を継続しているモデルになります。レクサス RC350 のスペックと価格を見ていきましょう。スペックを見ていただいた通り、レクサス RC350 はトヨタやレクサスの名機 2GR エンジンを搭載した車になります。レクサス RC には他に直列4気筒の 2000cc ターボや 2500cc のハイブリッドがあり、そして V 型8気筒の 5000cc 自然吸気型エンジンを搭載した RCF があります。それではレクサス RC350 の良い点から順番に語っていきます。レクサス RC350 の良い点、1つ目がエクステリアのデザインです。レクサス RC の一番の魅力といえばエクステリアのデザインの良さだと思います。デザインだけでこの車を購入する人もいると言われているぐらい、美しいクーペのお手本となるようなデザインをしております。前後のデザインはロー&ワイドボディによる低重心かつスポーティーなデザインとなっています。横から見ると2枚ドアの美しいクーペ独特なかっこいいデザインをしています。どこから見ても美しいクーペスタイルとなっており、レクサス車なので塗装もよく、かなり完成されたデザインとなっています。レクサス RC はレクサス車の中でもあまり売れていない車なので、市街地を走っていてもあまり同じ車とすれ違うことがないかと思います。レクサス車の中でも遭遇しにくい珍しい車であり、都心を走っているだけでも注目を浴びる車です。レクサス RC350 の良い点、2つ目が 2GR エンジンです。 2GR エンジンは2005年10月に 180系 クラウンアスリートに初搭載されたエンジンです。それから改良が続き、現在もレクサス RC や IS に搭載されており、熟成されたエンジンとなっております。 2GR エンジンは V 型6気筒エンジンであり、回せば回すほどエンジンパワーが増していきます。大排気量の自然吸気型エンジンらしい気持ちの良い加速を味わえます。当然ですが、市街地から高速域までパワー不足を全く感じさせないエンジンとなっています。高回転まで回した時のエンジンサウンドも V 型6気筒エンジンらしいサウンドに変わります。ダウンサイジングターボエンジンやハイブリッドエンジンでは決して味わえない加速感だと思いました。またレクサス RC
350は8速 AT を搭載しており、つながりの良いスムーズな変速感を味わえます。レクサス RC350 の良い点3つ目が静粛性が高いことです。レクサス RC はスポーティーな見た目をした車ですが、静粛性が高く快適な車に仕上がっております。レクサス車の中では静粛性が高い部類ではありませんが、同クラスの価格帯のライバルと比べ静粛性が高くなっております。ロードノイズは舗装された道ではかなり静かです。路面の粒が大きい道ではロードノイズが入ってきますが、うるさいといった感じもなく、うまく外からの騒音が抑えられているなと思いました。エンジン音に関してもアクセルを深く踏まない限りかなり静かです。レクサス RC350 の良い点4つ目が乗り心地が良いことです。レクサス RC は低重心でスポーティーな見た目をしており、あまり乗り心地が良くないのかなと思いましたが、実際に運転してみると乗り心地の良い車だなと思いました。舗装された道では当然ですが滑らかで揺れのないスムーズな走行ができます。荒れた路面や道路のつなぎ目では上下の揺れを感じるものの、うまく揺れのショックを丸められており、快適な乗り心地だと感じました。レクサス RC は見た目はスポーティーなクーペですが、乗り心地や静粛性に関してはラグジュアリークーペらしい車に仕上がっております。レクサス RC350 の良い点5つ目が走行性能が高いことです。レクサス RC は剛性感が高く、直進安定性やコーナリング性能が高く安定感があります。全長が比較的短いクーペタイプの FR 車なので、ハンドルの切れ味が良くコーナリングが楽しい車に仕上がっております。また剛性感も高く直進安定性も高いので、ゆっくり流して走っても気持ちの良い車に仕上がっております。以上がレクサス RC350 の良い点5選でした。続いてレクサス RC350 の不満な点5選を語っていきます。レクサス RC350 の不満な点1つ目が視界が悪いことです。レクサス RC はクーペタイプの車で、デザインを優先に作られた車であり仕方がない部分ですが、あまり視界が良くないです。特に後方視界はかなり悪く感じました。レクサス RC350 の不満な点2つ目が足踏み式パーキングブレーキです。今回試乗したレクサス RC はパーキングブレーキが足踏み式のものとなっておりました。2020年9月のマイナーチェンジで電子式パーキングブレーキに変わりましたが、それ以前のモデルはすべて足踏み式パーキングブレーキとなっています。レクサスのラグジュアリークーペで足踏み式パーキングブレーキは少し残念なポイントとなります。レクサス RC350 の不満な点3つ目が内装の設計が古いことです。
レクサス RC の内装は2013年5月に登場したレクサス IS がベースであり、仕方がない部分ですが、一世代前の設計となっています。エクステリアの改良はされてきましたが、インテリアの改良はほとんどされておりません。内装の質感に関しても、シフトレバー周辺がプラスチックの面積が広く、600から700万円以上する車としては質感が低く感じました。レクサスといえば高級車なので、ドア内張り上部やダッシュボードのソフトパッドの硬さも気になりました。もう少し厚みのあるソフトパッドや剛性比較を使用してほしかったです。レクサス RC は2014年10月に登場したモデルなので、内装のデザインや質感に関しては時期型に期待したいところです。レクサス RC350 の不満な点4つ目がダイレクト感が薄いことです。レクサス RC350 は8速 AT を搭載していますが、つながりが良くスムーズすぎてダイレクト感が薄い加速感となっています。ラグジュアリークーペとしてはスムーズでゆったりと加速するので、方向性としては間違っていませんが、もう少しダイレクト感が欲しいところです。これが 2000cc のターボや 2500cc のハイブリッドなら良いのですが、3500cc を搭載しているので、もう少し 3500cc らしいパンチの効いた加速感を堪能したいところです。体感的な加速感は 2500cc のガソリン車かと思えてしまうぐらい加速感がないです。加速感がないということは運転が楽とも言えますが、いつの間にかとんでもない速度になっているので、速度の出しすぎに注意が必要です。レクサス RC350 の不満な点5つ目がエンジン音が小さいことです。せっかくトヨタの名機 V 型6気筒の 2GR エンジンを搭載しているのに、エンジン音はかなりおとなしいです。 V 型6気筒エンジンは低回転から高回転まで官能的な音がするので、もっとエンジン音を車内に響かせてもらいたかったなと思いました。これが直列4気筒の 2500cc のハイブリッドエンジンなら、エンジンをより静かに抑えた方が良いですが、 V 型6気筒エンジンはもっとエンジン音を強調すべきだと思いました。レクサス RC350 は全てを静かにすれば良いといった車作りをしており、エンジン音までもが静かすぎて物足りない車となっています。以上がレクサス RC350 の不満な点5選でした。簡単に今回の話をまとめると、レクサス RC350 はエクステリアのデザインとラグジュアリークーペらしい乗り心地と静粛性の高さが売りの車です。また直進安定性やコーナリング性能も高く、走行性能が高い車に仕上がっております。しかし加速感やダイレクト感が薄く、エンジン音も静かなので、加速性能を重視している人には向かない車です。私がレクサス RC350 の評価をするとすれば、5段階中3の普通です。エクステリアのデザインや走行性能に関してはプラスの評価となりましたが、加速感のなさやインテリアの質感の古さで2段階評価を落とさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。